ユリアン・スヘーデルは、スウェーデン生まれの砲術士官。傭兵として、オランダ東インド会社に勤務し、江戸幕府に、旧砲の射撃方法を伝授した。スヘーデルは、スウェーデン人であるが、当時のオランダ東インド会社は、オランダ人だけでなく、様々な国籍の人間が勤務していた。スウェーデン人は、当時傭兵として雇われるケースが多かったようであるが、 これは30年戦争において、スウェーデン軍、特にその砲兵隊が威力を発揮していたためと思われる。1614年及び1615年の大阪の陣では、実体弾を発射するカノン砲やカルバリン砲が使用され、城壁や建物の破壊に、それなりの効果を上げた。ところが1638年の島原の乱では、実体弾は、 土塁で構築され建物もほとんどない原城には全く効果がなかった。幕府は崩落玉のような炸裂弾を発射できる大砲の有無をオランダオランダ召喚長に問い合わせとことろ、旧砲であれば可能との返答を得た。このため、当時の平戸オランダ召喚長であったフランソワ・カロンに旧砲の作成を依頼する。カロンは部下の妹子であるハンスボルフ・ガング・ブラウンに 旧砲の製造を行わせ、1639年6月16日、アザブの幕府鉄砲型、井上正次の車上において死者が行われた。目標には命中しなかったものの、炸裂弾の威力に、幕格は、満足した。1649年、東インド会社は、ブレスケンス号事件以降のオランダと幕府との、わだかまりを解決するため、 江戸に特使を派遣することとなった。その時のバタビア商務総監はカロンであった。カロンは幕府の旧法に関する興味を知っており、40ポンド旧法2問を検上し、また正規の法術士官による射撃を披露することとした。この任務にスヘーデルと助手としてヤン・スミットが選ばれた。重要文化財竹尾鍋島家洋楽関係資料。 工場オランダユリアス・ムソーデン・タケオシゾ一行は、長崎到着後、1649年11月25日に、長崎を船で出発し、12月13日に、大阪に到着。そこからは陸路を通ったが、旧宝田の健常品を運ぶこともあり、一行は、オランダ人24人に加え、日本人310人、馬128頭の大規模なものとなった。 江戸には12月31日に到着したが、その頃、将軍、徳川家光はすでに病を得ており、配越はできなかった。その後も、回復の御土が立たず、結局4月7日、家光に代わり老中ら抜閣に配越した。会見は、有効的なものであり、カロンの予想通り、特に、スヘーデルが40ポンド9砲の砲撃を披露すると、大いに喜ばれた。 家光は自身の目で急報射撃を見ることを希望しており、このためスヘーデルとスミットは江戸に残るように命じられた。滞在中の費用はすべて幕府が負担した。1650年9月1日、江戸郊外群れ屋の原野にて幕府が主催し、スヘーデルが始導した工場戦の演習が行われた。スヘーデルは工場においては 測量が重要であることも指導した。スヘーデルの教えを、軍学者の北上市長は、東条オランダ・ユリアス・ムソ伝デンにまとめ、家光に献上した。この本は、幕末の宝術家である、高島周藩も所有していた。スヘーデルらが長崎に戻ったのは11月14日であった。その後、スヘーデルは、一旦バタビアに戻り、東インド会社を退職して故国に帰った。 スヘーデルは日本人に三角測量を教えた最初の人物とも言われている。三角関数表も提供しているが複雑すぎたためか三角関数を使った計算による即距法は受け入れられず、その後は掃除を利用した作図による即距法が公毛法として普及していく。ありがとうございます。